はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、世の中はね、今新型ウイルスの新型がね、出回ってしまったという暗いニュースがね、増えてきている中でですね、やっぱ人々はね、ここらでね、幸せを感じなければなりません。そこでね、人々の体が幸せを感じるメカニズムっていうのと、誰もが幸せを感じるものについてお話ししていきます。あるんですよ、皆さんもね、僕もそうなんですよ。もう世界中の皆さんが幸せに感じるものっていうのがあるんですよね。ほんでね、人っていうのは幸せでない時っていうのは大体ね、イライラしてます。でその時にね、その体で起こっていることというのは、イライラを普段抑えてくれている栄養成分なりホルモンがね、不足してるからなんですよ。まあ、代表的なところで言うたら、その栄養成分で言うたらね、カルシウムとかね、鉄分がね、有名ですよね。怒りっぽい人を見てね、あの人はカルシウムが足りてないな、なんてね、こうボソッと言われてがちですよね。ほんで体に力が入らない時などはね、もう思うようにいかなくて、こうイヤイヤってしてしまう時はね、大体貧血気味なので鉄分不足と考えられます。そしてホルモンではエストロゲンというホルモンがあるんですけどね、それが不足している状態の時にイライラが発生します。エストロゲンというのはですね、まあ、男性にも女性にもあるんですけども、特に女性はね、エストロゲンの減少をするタイミングがね、まあ、月に1回ねやってくるんです。女性はね、月に1回エストロゲンが多く作られて、それがなくなるので、余計にエストロゲンが減ったような感じなので、高低差がね、激しいんですよ。まあ、これらがね、イライラの原因になります。でこれらっていうのはね、ビタミンやミネラルを取ることでね、改善されます。例えばニンニク、マグロ、レバー、鶏ひき肉、酒粕などのね、ビタミン B6 っていうのがあるんですよ。であと干し椎茸とかサンマとかね、鮭とかね、それに含まれるビタミン D っていうのがあります。そして桜エビ、プロセスチーズ、シラス干し、ホッケの開き、カマンベールチーズなどのね、カルシウムですよね。これらを積極的に取りましょう。そしてついにね、お待たせしました、ここからね、幸せになるお話でございます。皆さんはね、甘いものが好きですよね。人間はね、甘いものがね、大好きなんですよ。甘いものを食べるとね、ああ幸せな気持ちになるとかね、あ、ほっとするわっていうような人がね、結構多いと思うんです。ではこれは一体なぜなんでしょうかという話なんですよ。甘いものの代表格といえばやっぱお砂糖ですよね。お砂糖なんですけども、そのお砂糖を摂取すると体に幸せを感じます。まあ、甘いものイコール幸せっていう仕組みということなんですけども、食べ物を味わう味覚というのは、味の分子の特性を感知する感覚というふうなことでね、味を確認するとともにですね、心よく感じたりとか、もう不快に感じたりとかっていうふうな感情をね、伴います。そして人間の口の中にはね、舌を中心にね、味蕾というね、味覚を感知するところがあります。その味蕾っていうのは、味細胞というね、細胞からね、成り立っております。その味蕾にあるね、味細胞っていうのがですね、食べ物の味を、ね、の分子をキャッチすることで、その味細胞とつながっている味神経っていうのが電気信号をバーって発信して、情報がね、脳に到達されます。ほんで脳にはね、味覚だけではなくてですね、まあ嗅覚とかね、触覚とか、まあこの時は、ね、食感、食べるものの食感の話なんですけども、それにある情報も伝達されて、それぞれが脳を刺激することで味の確認を感情としてね、もたらすんです。そんな感覚というのはですね、甘味、塩味、酸味、苦味、旨味の5種類に分けられます。ほんでその中でのね、甘味っていうのはですね、脳の中のね、心地よさを感じる部分を刺激してね、ベータエンドルフィンというホルモンを分泌させてくれます。で、まあ、ベータエンドルフィンっていうのはですね、まあ、ストレスを和らげて、まあ、心身ともにリラックスさせる作用とかね、もう快感やわっていうのを効果をね、もたらす作用があるホルモンなんですよ。そうなんですよ、甘いものを食べる喜びをね、得られるのはね、このような仕組みが働いてるからなんですよ。で、まあ、このようにですね、大体の人っていうのは甘みを感じれる味覚を持っています。まあ、例えば生まれたての赤ちゃんでも持ってるんですよ。赤ちゃんっていうのはね、そのミルクの甘みっていうのがあるでしょ。あれをね、美味しいわーって感じて、もう好んですごい求めるんですよ。ほんでね、その甘みっていうのは美味しい味ですよっていうやつの代表的な存在なんですけども、これにはね、糖、お砂糖の糖がね、体に必要なエネルギー源であることが関係していて、美味しいと感じることでね、摂取をね、促進しているんですよ。で反対に酸味はね、食べ物がこう腐って
ている時の味とね、警戒されたりとかね、他にも苦味っていうのが毒とかね、害のある味としてね、避けられたりするのは、この人間の本能で自己防衛のね、一種とね、言えるんですよ。その人間がね、エネルギーを消費するとですね、体がエネルギーを必要として甘みを欲しがります。疲れた時とか、イライラしてる時のね、甘いものを食べたくなるよっていう現象にはですね、まあこのような理由があったということなんですよ。だからね、まあ暗いニュースで落ち込みやすかったりとか、ね、もう年の瀬で大忙しのね、なんかイライラしてしまう時はね、ちょっとね、甘いものをね、口にするとね、幸せな気分になりますので、ね、食べてみてください。あ、でもね、食べ過ぎには注意してくださいね。そんな感じで今日は以上になります。ね、今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。